ックスして撮れましたね。なんか寝て撮ったり椅子に座って撮ったりして、すごい自然に、でもなんかクールな表情を結構多めに撮ったので、まあ16歳っぽくない大人な表情が撮れたかなって思います。全然遠いですね。こんなにシンプルな服は着ないですし、こんな背中が開いた服は一着も持ってないので、なんかだから新しい一面がこの期間の乃木坂でファンの人に見てもらえたらなと思います。やっぱりクリスマス、乃木坂入ってから全然クリスマスっぽいことをやってないので、今年はクリスマスっぽいことをこうメンバーとかとやりたいなと。マイマイが一番好きだから、マイマイにこう、あ、でも食べる顔がすっごいマイマイ可愛いので、あの美味しいものをいっぱいマイマイに食べさせてあげたいです。すごいラジオが好きで、結構ラジオに出させてもらって、なんかもっとトークを磨きたいなって思いましたね。もっともっとライブがやりたいなって個人的には思っていて、ファンの人と一緒に一体となって作るライブ、すごいこう一年通してすごい楽しいなって改めて感じたので、来年ももっとライブもやっていきたいですし、個人的にすごい撮影とかすごい好きなので、こういろんな雑誌に呼んでいただけるような、ね、感じに、ちょっと外仕事も頑張っていきたいなって思ってます。今年1年応援してくれてありがとうございました来年ももっとこうどんどん自分自身もグループとしても大きく成長していけたらいいなと思っているので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。